は大丈夫なのか。もう全然平気だよ。伊達さんも弾がかすっただけだから大丈夫って言ってた。おいおい、それが刑事の言うセリフか。本当なら医者に見せるところだ。きっとこんな経験したことのある子他にいないよね。ドラマのヒロインになったみたい。ずいぶん肝っ玉が座ってんな。まあ、あまり無茶するんじゃねえぞ。了解。どうっと。はるかは携帯電話持ってるのか。持ってるわけないじゃない、ひまわりにいたんだから。なんだ、伊達さんが最近はガキでも持ってるなんて言ってたが、さすがにみんながみんなってわけじゃねえんだな。クラスの子はみんな持ってるよ。放課後はいつもメールで待ち合わせしてたりするし。え、文通でもしてるのか。やだおじさん、メールも知らないの。さすがに遅れすぎ。何、メールって手紙のことじゃねえのか。神室町って見たこともないお店がたくさんあるよね。まあ、知れねえな。そういえば街を歩いてる時におもちゃ屋見つけたんだけど閉まってて入れなかった。いつ開いてるんだろう。待て、それはきっと大人が入る店だ。お前にはまだ早い。なんで。大人はおもちゃなんか買わないよ。いや買う、いや俺は買わないが買う人もいるんだ。何それ、どういうこと。なんて答えるんだ。おい、そこのお前。もう来ないかな。早いよ。おじさん、わた、ほん、うん、わた、うん。もう一回。
ああ、ちょっとてめえ、お金ちょうだいよ、お金。ちょっと、いらっしゃいませ。Ah!
Yeah.